どうだよ。サラマレイ君です。はい、サラマレイ。はい、どうぞ、サラマレイ。どうも、こんにちは。さあ、最高評とですね、背景寿司。そう、でもそんなに好評なの。次はまだかと。本当？今回はですね、ヘンリー・フォードです。これはですね、しょっちゅう出てくるんですよ、やっぱ入試の英文中に。どういう風に出てくるんですか？まあ、大体悪者ですね。いい顔してるよ。見たことある写真。ありますね。あるある、うん、この人政治家だっても知ってる？少し。あ、なんかそういえば時代的にはちょうどこの時代だからね。第一次世界大戦が始まるちょっと前でしょ、はい、そうですね。で、ちょうどここが第一次世界大戦中だからね。あ、で、その時にこの人船で荷物運んでますよ、第一次世界大戦ヨーロッパに。おお、そのぐらいに割と頑張って活躍した人なんだけど、なんでそんな悪いこと言うの？もう大体いい、このまあまさにね、大量生産とかっていう、これ大量生産、大量生産ですけど。すごいな。今作りまくってやばい、ちょっと突っ込まれたよ。突っ込まれた。マジ突っ込まれたわ。ちょっと、はい、組み立て式になって仕事がつまんなくなったとか、あとはやっぱ最近は AI ロボットが多いので、やっぱ AI とかロボット、こういう風になってんだったらロボットとかに取って代わっちゃえばいいじゃん。でもいいだろうっていう、で仕事が奪われるとかっていう文脈でさらりと、何の悪くなくに。でもさ、フォード悪くなくないですよね。そうなんですよ。でもなんか、かわいそうに。悪者にするんでしょ。で、これ、森鉄からもらった慶応の小学部の問題は、はい、みんな読めてる、これ。Every new technology. 笑われたい。ちょっとどういうことだよ、はい、笑われたい。これ違うんでしょ。これはいい人で出てきたんですよ、珍しく。ここで皆さんはフォードがわからない、知っといた方がいい。いや、知っといた方がなんでここにいるのかっていうのがわかると思うんですね。長文中に何の説明もなしに出てくることが多いんで、はあ、フォードかアインシュタインがやっぱ20世紀の人の中では圧倒的に長文中出てくるんですよね。アインシュタインがノーベル物理学賞をもらったのっていうのが1921年なのね。内容はちょっと僕にはよくわかんないな。光はなんか粒子でできてるっていうらしいんだけど、それが今年なんと100周年なので、今年の慶応の問題はアインシュタインが出ます。これ森鉄番組ですから、俺のせいじゃないから、間違えても世界史に出るかもしれないね、アインシュタインね、はい。じゃあこのヘンリー・フォードの時代で、それがこういう風なことになって、これがなんか AI になった時に問題ってなるんだったら、これが一体どういうものかをちょっとだけ解説しましょう。まずね、これ間違えちゃいけないの、自動車を発明したのは彼じゃない。はいはいはい。自動車はダイムラーさんっていうドイツの人が発明したものであって、この人はあくまでも自動車を自動車たるものとして育ててった人だから、よく自動車の育ての親なんていう言葉をよく使う。いろんな資料にも多分そうやって出てくると思うのね。で、今言った皆さんの知ってるその自動車っていうのは、これ T 型、最初は A 型、B 型、C 型と始まって、何番目 T 型って？ T だと、遅えよ、英語の講師遅くね。だいぶ後ろじゃないですか、これ20番目ぐらい、20番目ですね、はい、なので、そのぐらいの試行錯誤のうち作った T 型のほどだったら T 型フォードって言い方をするとね、見たことあるよね、はい、あの屋根がついて真ん中にエンジンがポッてくっついてるやつ、授業でも出したことあります、講師の授業で。で、これが08年にできたんだけど、まだこの時には実のところ言うと組み立て式じゃなかったんですよ。おうおうおう。なので一生懸命みんなでこう1個のものを作ってたんだけど、うんうん、やっぱりコストがかかるっていうんで、うんうん、この人ってすごい慈善活動家。そうね、あ、この人移民だって知ってた。そうなんですね。もともと家がベルギーから来た移民なんですよ。おいおいおい。彼自体はデトロイトの生まれだから、だからほら自動車会社ってデトロイトじゃない、うんね、だけどももともとは移民の家族なので、お金を持ってるやつがすげえ持ってることにムカついてる人なんですよ。おい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 。だから貧しい人の味方なので労働者の味方なのよ。おお、なるほど。それがまあ慶応の賞にもつながる。あ、そう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 。ベースになってるのは、その貧しい人を助けてあげる、金持ちから金を取るっていうのが基本の考え方にある人なの。だから彼っていうのはこれを作った時に、これでは買えない、まず。あと作るのにたくさんの人を使いたいんだよね、本当はね。で、みんなにきちんと給料払いたいから、なんか方法ないのかっていうんで、13年にベルトコンベヤーを使って組み立て式にすることによって、1個の車を作るのに幾人かの人を要するじゃない。幾人かの人に金を払うことができるけど、この人たちに金を払うためにはこれ1台だけでは払いきれないのよ。
だから同じものをコピーする形にすれば薄利多売って言葉でしょ。この人が薄利多売ですよ、うんうん、つまり安くて簡素なものを作ることによって、あと同じもの、黒でしょ、黒い車なのよ、絶対に色変えないの、うん、それだったら同じものだから大量にできるじゃん、うんうん、スピーディーに、でいっぱい売れるから、その売れたことを労働者たちにお金払って、うん、で払ったお金で車を買えるわけ、自分の作った車を。それなんかちょっとかっこよくないですか。それっていうのがここから始まったものなの。さらにこれに良かったのは、第一次世界大戦がこの時ある。でアメリカは途中参加なんだよね。でしかも第一次世界大戦ってのはヨーロッパで起きてる戦争だから、はい、アメリカは戦場になってないので、実際アメリカの兵隊は行ったけれども途中から、しかもどっちかっていうと戦争に参加するよりはイギリスやフランスの武器をアメリカが作って、うん、で売ってあげてるわけよ、うん、つまりかなりこの戦争の間にアメリカは大儲けをした。だからお金がすごいたんまりある状態で第一次世界大戦が終わったわけです、はいはいはい、でこのいわゆる世に言う1920年代のアメリカっていうのが、いわゆる輝かしきアメリカ、永遠なる繁栄って言われるアメリカの歴史上最も繁栄した時代、日本で言えばバブルと同じ時代です。みんながお金を持っててっていう中で、でもやっぱり労働者はその恩恵に預かってなかったわけね、最初は。だからその恩恵に預かれるようにっていうんで、これを工場でやったわけ。これは彼が最初。こんなところいろんな人がこれを比べて、また同じようにみんなが大量生産大量消費をして、でみんなが同じものを持つことになる。で、まあ、まさにこの慶応のやつは労働者たちが自分の作ったものを買える、かっこいいくない、そういった状況を作るんだっていうのが出てきて、おいい人で登場した。ああそういうことでいい人だったのこれね。あ俺読めないんだ、ごめんねこれ読めなくて LINE でこれどういうことって聞いちゃったんだけど、そこ賃金が今はやっぱ低くて、作ってるものをその労働者たちが買えない状況になってる、この21世紀だから、フォードみたいにそういった考えを導入した人たちが上に立たなきゃいけないんじゃないのかみたいな、に書いたんだこれ、そういう感じ。あでね、一つ問題があって、この大量生産大量消費だと、さっき言った薄利多売なので、同じものがいっぱい生産されることになる、うん、でなんで同じものを生産しても売れるのかっていうと、当時の人々の考え方がそうなの、うん、つまりね、ある人が持ってます、あんた持ってないの、持ってる、持ってる、私も持ってる、持ってないの、ダサくないっていう時代なんだよ、うんうんうん、これは今これ見てる人で、僕たちの世代か、いわゆるバブルの世代を知ってる人は分かるの。みんな同じ、女の子は全員聖子ちゃんカットだし、みたいな。ね、俺らみたいにこれ肩パッド入った、こういうスーツを着てたで、みたいな。そういうのじゃないとダメ、みたいなのがあった時代がバブル。同じです。だからみんなが同じ車を乗り、同じものを持ち、同じものを持つから成り立つんですよ。でも、個性を出したら、これは成り立たない。と思わない？はいはい、そうですね。だって個性作れないもんね。そうですね。だからこれは時代背景上できることであって、バブルもこれができた。じゃあ今できるかな？できなくない？だって個性重視でみんなが違うものを持ってることがすごいとなれば、薄利多売はできないし、大量生産はできないんですよ。当時はこれがあったので、みんなが同じものを持ってる、これを世にアメリカ的生産様式って言って、アメリカ、これアメリカだけじゃないんだけど、アメリカ的な生活様式になるってことは、みんな同じものを持ってるっていうのが当時のステータスだった。だからみんながこの車を持ってるのを、途中から例えばクライスラーっていう自動車会社してる、あとゼネラルモーターズとか、はいはい、そうそう、あの辺が色を変えてきたんだよ、車の。お、なるほど。そうして売れなくなっちゃうんだよ。ああ、はい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 。これができなくなるじゃん。そこでどうしたかっていうと、彼曰く黒だったらいいだろ。理由は上から自分でペンキで塗れば色が変えられるんだから。っていうシステムを彼は考えたから黒でずっとやったんだけど、やっぱり無理なわけよ。で途中から結局色をしょうがないからつけるようになったり、それがだから名前が A 型フォードになったり、なんかいろいろ変えるようになったんだよね。モデルチェンジ始めたのはその後だけど、基本的にはこの大量生産大量消費っていうのがあった。これ車だけじゃない。そこで森鉄に質問。実は車以外に当時大量生産でみんなが同じものを持ってたと言われるものを頭文字を取って考えると、うん、R2SA というふうに、これは僕が勝手に作った頭文字。スターウォーズですか？惜しいスターウォーズだって誰が持ってるの、そんなの。R がつくやつが2つ、うん、S で始まるやつが1つ、 A で始まるやつが1つです、うん、全部で4つ。これがみんなが同じものを持ってるの。これ、これは車ね、うん、あと4つあるんですけど、何だと思いますか？レフリジレーター。英語じゃダメなの？英語じゃない、これ英語じゃない英語じゃない
日本語なんですかこれ。日本語。あ、レンジとかそういう、そういう感じなんですね。日本。さすが英語の講師違うね。今まで教えた生徒の中でこれを英語で答えてた一人もいなかった。なんかエアコンディショナーとかやるのかなと思いました。じゃあ日本語でどうぞ。日本語、うん、リフリジレーター冷蔵庫だから。冷蔵庫正解。正解一個正解。日本語で考えないといけないわけですね。洗濯機。さ、洗濯機正解。もう一個ある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 。レンジはでもまだ出てこないじゃないですか。時代的に。レンジはないな。時代的にないじゃないですか。冷蔵庫。こっちはわかんない。あしかないわけですよね。そうです。あしかない。ヒントはね、皆さんいいですか。ヒントは、この時代を支えてた人は、資本家と労働者だけじゃない。資本家と労働者の真ん中に事務手続きをする人が初めて登場するんですよ。彼らは親中間層って言うんだけど、これ単語で出るよ。用語集載ってるもん。親中間層。これは新しい言葉だから、森鉄がやってた頃にはなかったと思う。これを英語で言うと、ホワイトカラーっていうやつです。ああ、ホワイトカラー。つまり事務作業してる人たち、はい、ホワイトカラーに必要なものです。ドラマもありますからね。あるある。事務作業に必要なもの。事務作業の人たちが、これは絶対に家に置いておかないといけないんだ。なんでホワイトカラーなの？名前が。襟が白い。なんで襟が必要なの？だってアタッシュケース。ダメだ東大大学院。だって彼らのホワイトカラーのホワイトって何？シャツだよね。シャツのだって彼ら労働者はワイシャツ着てないからブルーカラーって言うでしょ。彼らはホワイトカラーっていうのはシャツを着てるからでしょ、はい、なので絶対必要じゃんこれ。シャツを着る。毎回洗濯するのかい？クリーニングかけるのかい？クリーニング、アイロン。正解、アイロン。これできないんだよ生徒。これが一番できない。アイロン。こうだよね普通。鉄だもんね。そうで最後の1個、この R、 実はこれが一番テストに出る。あ、そうなんですね。よく間違い探しで、これは第一次世界大戦に使われてましたっていう間違い探しで、答えは間違いで、これは1920年に初めて放送されたもの。あ、レイディオ。レイディオ正解。これはそのままだけは。そのままで。レイディオなんで。そう、この4つプラス車で5つなんです。この5つがみんなが同じものを持って家の中に同じものがある状態。これがアメリカ的生活様式。これを後にドイツが真似て、ヒトラーの時代に国民車、はい、ドイツ語でフォルクスワーゲンっていうのが生まれて、はいはい、ドイツのベルリンの街は全部フォルクスワーゲンが走ってるっていう。じゃあ彼のマイナス点は何かって言ったら、国家主義、みんなが同じものを使って同じようにする全体主義っていうの、ね、そういうのを生み出すきっかけになってしまったって言われれば悪いって言ってもいいけど、トータリタリアンディズムは気をつけてくださいね。英語で出てくるときに全体主義いいことだと思って選んじゃう人がいるので気をつけてください。本当に。基本的になんかさ、確一って言葉ってさ、良くない単語で使われるじゃん。これってだからそういう意味では確一なんで、さっき言った労働者に云々の前に、彼の弱点っていうのは確一化されちゃった世界を作っていくことが、僕にとっては彼のマイナス、彼のせいじゃないけど、はい、マイナスなのかなと。だってこういうのヒトラーとかムスリニを生み出したりすることになるわけでしょ、ね、っていうことかもしれません。でこれでまあつながって出てくるというと、マクドナルド、マクドナライゼーションですね。マクドナルド化みたいなのにつながって。ああそうなんだ。それって英語化されてんの？マクドナライゼーションっていう単語が、ね、で世界にこうやって広がって、そのマニュアル化みたいな。あ、これも結構、あ、そうなの。この人もう一つは T シーンハイスクールがやってるようなフランチャイズを作ってるんですよ、はいはいはい、これ車の販売とか組み立ても全部フランチャイズにして、それぞれの独立採算性を取った人なの。マクドナルドに似てるよね、はい、っていうのはこの人が先週作ったってことで、ある意味でもすごいと思わない？僕の考え方って今言えば当たり前のことだけど、当時この考え方をしてみんなに薄利多売をするって考え方がないわけよ当時は。その薄利多売って考え方を表に出したという意味では、 AI が何だろうがしょうがないだろう、そんな、うん、フランチャイズもやってたんですね。そうなんです、そうなんです。じゃあ武田塾も彼がいなければなかった。はい、ってことですね。面白かったですか？わかりました。いや、これは良かったと思いますね。ぜひ参考にしてみてください。使ってください。よろしくお願いします。はい、じゃあ高評価、チャンネル登録、はい、ショックランマサラマね。バイバイ皆さん。